SFC の基礎単語って他の慶応の学部とは全く違いますか？なんで引っかかるわけないじゃん。プロバイドなんかさ、第4文型取らないしって思ってたけど、プロバイドは第4文型使う、どうしようか、辞書に載ってないからとかっていう話になるんですよね。83番、こういう問題ですね。これこそが SFC って感じです。始まりました、アンバチャチャンネルです。今回はですね、慶応義塾大学総合政策学部の問題の分析をしていきたいかなと思いますね。はい、ではまず早速見ていきますね。英語1、ね、駐車場のデザインどういう風にしたらいいのってやつですね。まず最初31は Gridlock は、これは知っておいた方がいいですね。この行き詰まり的なやつは知っておきましょうね。32番のような問題はできなきゃいけません。公文とかで解ける問題っていうのはもう取り物です。で、まあこれ前置詞プラス関係代名詞っていうのはもういつも授業で言いますけど、前置詞の問題として出題されるから、ちゃんと元の形を考えるってやつですね。answer が名詞だから answer to the problem ですね。これがどっかの動画でも言ったよね。perennial なんか出てんだね。perennial problem。ね、なんかずっと続くってやつよね。で、このあたりからね、ちょっと難しくなっていくけど、はい、33は ample、はい、enough ですね、十分なわけ、超簡単。次も、adjacent も簡単ですね、近くの。ただ、後ろのこの base っていうのがね、なんだかわかんない。まあ、文脈で多分わかったと思うんですけど、当然そうです。one ではなく、駐車スペースのね、ことですね。で、次は、that set って assuming that は簡単。うん。で、次も、reverse も見たことなくても、against だろうなっていうのもわかりますね。で、37も簡単ですね。この accommodate よく出てきますね。こんなのは解けなきゃいけません。で、次。incline, decline, recline よく並ぶよね。これ前も見たことあるぞ。はい。当然、傾く incline ですね。recline はね、後ろに傾いちゃいますからね。で、次。from scratch は、まあ別に SFC だったら普通の表現ですね。最初からってやつです。40は、まあ知らなくても後ろに名詞2つ並んでるから、おそらく give を選べた受験生が多いと思います。出題者側は、まあ、ネイティブスピーカーだろうから、provide で引っ掛けたかったんだろうね。なんで引っ掛かるわけないじゃん。provide なんかさ、第4文型取らないしって思ったでしょ。provide が第4文型で使う動詞ですからね。辞書に載ってないからとかって話になりませんので、ね、いかに読んでないかっていうのがわかります。普段、英文読んでれば provide は第4文型の動詞ですから。そうなんですよ。だからネイティブが書いてくる英文、わざわざ私全部 with 足してるんですよ、ね。第4文型でやっちゃうとね、文句が来るからめんどくさいんですよ。もうだから辞書載せてください。 provide は第4文型で使うんです。だから今回は give なんとか world っていうのでね、試しにやってみるっていう、そのイディオムで。そんなの知ってる受験生なんかいないですから、でも後ろに名詞2つで give で取れちゃうっていう、引っ掛けが引っ掛けになってない問題です。次ですね、IKEA ではなく IKEA ですけどね、はい、41、IKEA が出てきてるのはそうですね、IKEA のはダメな例として第一段落出てきますね。うん、で、次の問題は NOT ですね、こいつはね、ちょっと厄介だったかもしれないですけど、まあ、うまく消去法でね、言ってほしいかなって思うよね。だってさ、スタンダードディビエーションとかさ、まあ、知らなかったらちょっと難しいのかな。統計学とかね、まあ、社会学的なものをね、やってりゃね、よく出てくるものなんですけどね。まあ、難しく感じた人もいるでしょうね。続いて、43も簡単なんですが、ダイアゴナルを知らないと厄介だと思います。まあ、これ授業でやりましたね。斜めのってやつなんで、それを知ってないと状況がわかんなくて、簡単なんだけど、ちょっと選べないかなって。あ、44番ね、まあ、第6段落の、ね、該当箇所さえちゃんと分かっていれば簡単かな。ランプね、知らない人結構いますが、ランプ自体も SFC で出たよね。どっちだっけ、環境情報だったか、総合政策か忘れちゃいましたけど。で、45も簡単ですね。はい、まあ読みやすいですね。カーパークって言ってる時点でもこれイギリス英語なんでね、アメリカでパーキングロットですからね。第2問、はい、コグニティブサイコロジー、認知心理学の話ですね。まあ、私認知科学の授業をアメリカでも取ってましたし、認知言語学が専門なんで知ってる名前でした。はい、見た時におーって思いましたね。1問目は took the academic world by storm、 知らなくていいです。こんなの無理ですね。 by force とかっていうのもあるし、バイアクシデント偶然とかもあるし、まあこんなの解ける受験生なんかいないですから。次はアナマリーズは、まあ知ってれば簡単だし、あとはまあ消去法でも解けるかな。次、48は簡単ですね。Like never before は、これはかつてないほどっていうのは、まあ見たことなくてもすぐに推測できるだろうし、他の選択肢も絶対違うって分かるから簡単です。50番は、ああ、ちょっと悩んじゃった人もいるかなと思ったけど、that is って書いてあるから、当然前のことと同じような内容になってなきゃいけないので、emotional context。
What we hope to be true とかね、ヒントが出てますね。51も Set it best は知らなくてもこれもわかりません。文脈ですぐに答えが出るから簡単。次も Who identify a suspect も楽勝ですね。Police detectives って書いてますからね。53番も Interpreting information これも非常に簡単です。で、54番ですね。まあ、いわゆる実験系のものがわかるかどうかっていうのは結構ね、SFC 重要になってくるわけですが、内容がわかってれば Fair っていうのを選ぶことは簡単です。このコインフリップしてね。でタスク決めるって言ったんだけど、実際はねやんなかったわけですね。コインフリップしないで、簡単な方を選んでたってやつね。55も文脈なんで簡単ですね。フリディアは簡単に選べたでしょう。56番、第一段落から、すぐに選べたと思いますね。このエコノミックチョイスですね。このデシジョンメイキングっていうのの言い換えね。このね、デシジョンとチョイスのね言い換えっていうのは結構出るんですよ。これ知らないでしょ。で引っ掛けが B でしょ。ノーベルプライズ、あ、そう、アーンってね、こういう風に第四文型取れるんですよ。知ってました？アーン人なんとかっていうね。コグニティブサイコロジーがこのエコノミックチョイスに影響を与えるから重要なわけで、エコノミクスでノーベルプライズを取らせたから重要なわけではないし、さらにノーベルプライズをゲットしたのは一人なんですよ。トバルスキーの方はゲットしてないですから、こういうとこでね、間違いないよね。で、次は第3大学の内容がちゃんと分かってれば、まあ4は選べるでしょう。1とか3はすぐに切れると思いますね。で、58はちゃんとね、モリベルリーズニングとね、コンファメーションバイアスっていうのが分かってないといけないけど、まあこれも消去法でいけんじゃないかなって思うよね。特に悩まなかった。次が、what may be the hypothesis? そうね、リストバンドみたいなね、まあ、さっきトリビアってやったけどね、些細なことで、同じのしてるっていうだけで、それにね、親近感を抱いちゃったりするっていうので、3番が正解ですね。だから、lenient とかね、これも、総計クラスでは教えてますけど、そうですね、strict の逆だっていうので、総計だったら知らなきゃいけないって言った単語ですね。SFC の基礎単語って、他の慶応の学部とは全く違いますから気をつけてください。最後のセントラルアイデアっていうのは based on what they identify with ですね。そう、同一視とか共感してるってやつね。これもあの identify with は、クーラーになったこともありますからきちんと知っておきたいですね。SFC なら。はい、では第3ですね。3つ目いきますね。ジュラシックパークみたいに、ね、DNA 使って、絶滅した種を復活させることが果たしてできるのかって話ね。61はプロスペクトは簡単ですね。まあ、他の選択肢は明らかに違うし、ね。で、次がもういなくなった動物たちを復活させるから bring back っていうのは簡単。次が viable は知らなきゃダメです。SFC だったら。アンテナ棒どっか忘れたで出てたよ、これね。擁護できないっていうね。ガリボー騙されやすいですか？次、64番知らなくても文脈でわかるでしょ。piece together。なんかね、こうね、ジグソーパズルみたいな当てはめていくイメージが浮かぶんじゃないですかね。で、65も簡単ですね。文脈ですぐ分かる戦法上がね。sour grapes ですか。まあ、気惜しみとかがある。66ね、文脈でちゃんと meanwhile を選べないといけません。前の文とのつながりが分かれば、明らかに therefore here after は違うっていうかね。here after も選択肢いるよね、SFC。67、roaming across もできなきゃいけません、SFC だったら。roam は全然余裕でできなきゃいけない単語です。次も文脈ですぐ derive from だっていうのが分かりますね。はい、69、文脈や文法でも even だってすぐに分かる。で、70番、price to pay も楽勝ですね。これもね。71、ウッドも簡単です。まあ、助動詞出てくるんだよね、SFC ね。で、ついて72、ナッテンバットですね。まあ、他のも明らかに違うし、簡単ですね。ユージェニクス、優生学ですね。なんか、なんだっけ、遺伝子を変えて、人間がこう、なんか、進歩するようにするやつだよね。相変わらずむずいな。ああ、インフラックスね、フラックスね、フローとかこう流れているやつね。インビトロとかあるの？試験管。74、タンブラックは簡単ですね。これはね。時間こう戻すね。で、次はノットやっと。これは簡単ですね。文脈ですぐにわかる。次のコンプリメンタリーも楽勝文脈ですぐにわかると。9番は Have already died out は、これは文脈できちんと取らないといけないですね。この後ろに出てくるのが絶滅した種の例なんで、The already が正解だとわかると。まあ、Hit me ショック受けたんですね。ガーンとね。これも文脈ですぐわかる。次79はね、ちょっと悩むよね。Rhetoric を悩む人はいたと思いますが、これもSFC で選択肢に出てきますね。まあ、レトリックっていうとね、何かしら習字法的な、ね、意味で考えることも多いんですが、なんていうかね、こう大げさな言い回しとかね、いう形でマイナスの意味でも使われることがあったりして、それで出てくると意味が分かんなくなっちゃうって人がいるので気をつけてください。80は文脈で eradicate ね、殺すんだっていうのは分かる。 eradicate もそんな難しいよって思うかもしれませんが、 SFC では普通のレベルです。SFC ではこれは当たり前の単語。なんだってね、合格の点数が高いんで、だから全然違うんですよ。基礎のレベルが他の慶応の学部とは全然違います。はい、次、ジュラシックパークの例は、まあこれはね、文脈ですぐに分かったし、あとは消去法でやってもね、4が絶対正解だって分かるね。実際よりね、フィクションの中では簡単だけど、リアリティではそうはいかない。次が、not ですね。まあ1、4はすぐに見つかったんじゃないかなと思ったけど、まあ2番ね、food はね、出てないしね。
83番、こういう問題ですね。これこそが SFC って感じです。こういう問題を取れたか取れてないかっていうのが、ある意味レベルを示すものになるやつですね。 That are as close to a wild state as possible regardless of human safety. Human safety なんかどこにも書いてないじゃないかって思ってるかもしれないですけど、あの Predator っていう単語がね、ちゃんと台本ではなく出てきてるんですよ。だから狼のようなプレデターっていうのをまた放つってことは、それ人間に危害が及ぶ可能性があるってわけですから、そこからね答えを出すって、こういう問題なんですよ SFC のレベルって。だから他の慶応の学部とは選択肢のレベルが違うっていうのはここです。80番、これは簡単な言い換えだから、まあ4はすぐに選べたでしょう。85番はね、文脈使わなくてもノスタルジアって書いてあるからすぐ分かっちゃうのこれね。フォレストにもね、フォレストファイアをねしなきゃいけないことがあるんだよ、燃やさなきゃいけないこともあるって言ってるね。だからなんか多少の犠牲を払わなきゃいけないってことだから、卵割らなきゃオムレツ作れってやつね。はい、87番ね、ちょっときつかったかもしれないですね。このね、1ね、この No more or less worse っていうね、ところをきちんとね、分かったかな。88は、まあ分かんないけど、実際書かれてない。More likely って書いてあって。けど、まあ、普通に考えたら、サンプルがあるっていう話だよね。3とか引っかかんないでね、絶滅してるやつでしょ。89はね、まあこれはちゃんとね、読めてれば2を選べますけど、きちんと読めたかはポイントだね。まあ違う人もいるだろうなと思って。そうですね。で、オーサーっていうのは、これまあ変わってしまうものなんだっていう考え方ですから、何かしら変化は避けられないっていう考えの持ち主ですから、だからそこが分かれば4はすぐに選べたと思いますね。はい。じゃあどうだったかっていうと、まあ全体としては、まあ標準じゃないですか、SFC のレベルとしては。そこまで読みにくいっていうのもなかったかなと思いますね。ちょっとね、統計のところが、苦戦した人もいたんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。次は環境情報ですね。環境情報の方が難かった。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.